皆さんこんにちは、将棋バーチャンネルです。今回見ていくのは、あの藤井聡太名人が指したあの5五角というところ、 AI にしか指せないんじゃないかと言われた候補手だったんですけども、まさかね、やはり人間である藤井聡太名人も当たり前のように指していた。ちょっとね、控室驚いたその5五角、そちらについて解説をしていきたい。それと同時に、もう一個藤井聡太名人が悔やまれる一手を指してしまった1四同香というね、まあ、豊島九段の1四桂馬に対するね、まあ、それの判断をもっと慎重にすべきだったという反省点を述べた。そこをね、まあ、この動画では詳しく解説していきたいと思います。なんとね、藤井聡太名人がインタビューで、いつも通りの早口で棋譜を並べたので、ついてこれなかった方もいると思うので、それをね、盤面に並べておさらいしていきましょう。それでは局面の方なんですけれども、まあ序盤の方ですね、5五角出てきたところは、相掛かりの戦型で、飛車先の歩を交換してというところで、まあお互いに、まあやりとりはあったところなんですけれども、まあこの手の広い局面で、この3六飛車という揺さぶりをかけて、8四飛車と飛車でこの歩を守っていくと、そこから4八玉、4一玉、7七桂、4二銀とね、まあ、お互い陣形を整えていくんですが、7五歩と先手がひねり飛車をね、見せていくと、まあ、飛車の横撃を通していくわけなんですが、まあ、この手に対して、藤井聡太名人が指したこの一手というのが5五角というね、まあ、こちらが非常に難解ながらも、なんで指せたのかというところをまずは解説していきましょう。まあ、人間として自然に指すならば、やはり4四角のような手がね、やはり歩の上で角が安定しているというところなんですが、藤井聡太名人はもうこの局面でひねり飛車先手してきてますので、まあ、8五歩とやはり抑えられてしまう展開ですよね。まあ、そして飛車をビュンと回っていくっていうのがよくある展開なんですが、まあ、ここで、まあ、飛車を引いてしまうと、やはり、後手の飛車が抑え込まれてしまいますので、この展開には、5四飛車という回る手を、まあ、考えていたというところでした。ただし、ここで回るとしたときに、この飛車と角のポジションが良くないと、まあ、働きがね、難しいというところで、本譜の5五角を選んだというところですね。で、もしひねり飛車のように、まあ、飛車先を押さえてきたときに、5四飛車と回る予定だったということなんですが、角が5五にいると、まあ、これでね、飛車と角、少し見たことのない珍しい形にはなってくるんですけれども、駒の働きという観点で見ると、やはりこの方が飛車角がね、使えて、いいという判断で、角は4四ではなくて、あえて5五に出したというところでしたね。まあ、結果的には本譜8五歩という手は出てこなかったので、まあ、飛車が回る展開にはならなかったのですが、藤井聡太名人はこのようなね、やはり大駒の駒のポジション一つで働きが随分変わってきますから、まあ、そういったところをね、考えて本譜の5五角だったというところですね。まあ、この5五角に対して本譜6八銀だったんですけれども、豊島九段はね、やはりちょっと後悔していたというように、8五歩を打つべきだったというところでしたね。やはり、この後の展開、本譜と比べてしまうと、まあ、後手としては、ひねり飛車のね、主張ポイントを作る8五歩を指すべきだったというところで、本譜は6八銀に9三桂とね、まあ、8五歩を先にここで受けられてしまったので、まあ、8七歩と、まあ、受ける形になってしまったというところで、まあ、先手のひねり飛車にした主張ポイントがね、なくなってしまったというように反省してました。まあ、改めてですけれども、ここで8五歩、と打つとどうなるかというと、やはり同桂とね、やはり取られてしまいますので、まあこれで、まああの8六と回ったとしても、構わず桂馬が鳴ってくるというような展開になりますからね。まあ飛車を取られたとしても、8八とね、取っていって、同金と
という形になって、後手はもう不満のない展開。やはり飛車を渡しても低い陣形で飛車に強い形で待っているので、この戦いになるのは大賛成というところでしょうね。まあ2八のところに傷もあるし、まあ一度ね、歩で傷を消しておいてもいいと思いますけどね。なので本譜戻りまして、9三桂のところで8五歩を封じられてしまったので、豊島九段は受けるしかなかったというところでね、やはり序盤に藤井聡太名人が後手番ながらも、まあ、満足のいく展開と、まあ、評されたように、まあ、このように後手番ながらアグレッシブに本譜も攻めていったというところですね。さあ、この8五桂に本譜3九玉と言ったんですが、6五桂とね、まあ、跳ねる展開も考えられたところではありましたね。まあ、感想戦ですけれども、8八角成同金というところで、まあ、角をもう一度打つとか、まあ、あったと思うんですけれども、まあ、この辺はね、やはり、なかなか局面の広いところですから、本譜の3九玉、そして7七桂成同銀と、まあ、銀を使っていく選択をしたというところですね。まあ、こちら、そして、4四角と引いたところで1日目が終了というところでした。まあ、こちらの封じ手のところでは、藤井聡太名人は後手番としては満足のいく別れというように、確かにね、桂馬もさばけているし不満のない展開と、そして、まあ、封じ手が2七歩というところでしたね。まあ、先手の豊島九段としてはひねり飛車の主張ポイントも作れず、自陣の傷を消していくという展開なので、まあ、少し先手番としては不満が出ていても仕方がないのかなというところです。さあ、ではどこで形勢が入れ替わっていったのか、豊島九段の粘りがね、窓のように炸裂して、豊島九段のその手に対して藤井聡太名人がね、やはり判断を誤ってしまった、その局面を見ていきたいと思います。本譜は3三桂馬と、まあ、自然に駒を使っていくんですが、まあ、ここで7六飛車と回っていきまして、まあ、5四歩のところに対して、まあ、ここで6六銀とね、まあ、上がっていくというところです。まあ、豊島九段はね、まあ、銀が上がると飛車がもう横に行けなくて、まあ、狭いと、まあ、悪化してしまったんですけども、まあ、他に指す手もないというところで銀を上がったというところでしたが、やはりこのチャンス逃すことなく6四桂と打っていき、まあ、飛車がね、まあ、行き場所がないというところです。横に行ってしまうと歩をね、打たれてしまって飛車が終わるということなので、本譜は7七飛車と、まあ、狭い形にさせられてしまうというところになりましたが、ここで1五歩とね、まあ、端に手をつけていくと、まあ、ここまでは藤井聡太名人非常に調子よく攻めていって、本人もこのあたりはまあなかなか調子よく攻めているというところです。本譜は同歩、それに対して1七歩ですね。そしてまあ端を破られる心配を防ぐために、ここで1四桂打ちとまあしていったのが、まあ、これは少しね、まあ、苦肉の策にはなってくるんですが、ここでこの桂馬を差し出したように、まあ、いつでも取れる駒なのでね、まあ、そうすることによって藤井聡太名人の判断を誤らせたというところですね。まあ、本人も言った通り、これを同香と、まあ、取ってしまったというところが反省点というところでしたね。確かに駒得にはなるんですけれども、本譜同香同歩に8五桂と打って、まあ、飛車が取れる格好になったので、まあ、駒得にはなったというところですが、結果的に本譜ここから進めていくと、駒を取ったものの、まあ、歩切れになっているので、8六香車とかも気にしなくちゃいけないと、打たれる筋。まあ、なので、それまでに手を作ってはいこうとするんですけれども、ここに対して先手がね、まあ、王様を顔面受けしてまで守っていき、1三飛車と、まあ、歩を取りながらと金を消すことにはできるんですが、まあ、ただし
ここから5九角とね、まあ、ここからの橋の展開を、まあ、3のちにね、3六歩から、この角も使っていって、橋を逆襲する展開になったというところで、まあ、このように橋を攻めていた後手が、気づけば先手から橋を逆襲される風になってしまったというところで、まあ、本譜、まあ、2五桂を進んでいくんですが、2六桂馬と打ってね、やはり1四香車の筋があるので、後手のね、橋攻めしたところを先手から逆襲される形になってしまったというところで、結果的に戻って1四と、この1四桂馬に同香と、まあ、駒得はできるものの、そういう風に進んでいった局面を見ると、先ほどのところですかね、まあ、2六桂馬から、この局面で抑え込まれてしまうと、結果的に先手からの反撃で飛車を抑え込まれて、かつ左側の8四の飛車と6四の桂馬の働きが弱いと、まあ、非常に使いにくい駒になってしまっているので、まあ、この駒得したものの端を抑えられて、後手の飛車と桂馬がなかなか使いづらい展開になったというのが、藤井聡太名人の反省点でした。では、この1四桂馬に対してどのようにしたかったのかというところもインタビューで述べてましたので、早速見ていきましょう。とはいえ、ここのインタビューが、やはりいつも通りの早口、通称、まあ、高速詠唱と呼ばれているように、まあ、呪文を唱えるかのように、まあ、符号をね、まあ、羅列していったので、聞き取れなかった方も多いかと思うんですけど、ここではね、盤面にゆっくり並べていきます。ここ1四同香じゃなくて、変えて2五桂馬と、まあ、指したかったというところでしたね。まあ、このあたりの変化というところを、では見ていきたいと思います。まあ、力を貯める一手というところで、まあ、1四桂馬で先手としてはひとまず落ち着かせて受けることはできたんですが、その後に続く手がないので、2五桂馬と、まあ、じっと力を貯めていく方針でいけばよかったというところですね。まあ、感想戦ではここで7九金とかで、まあ、飛車の逃げ道を広げる手とかも出してましたが、やはり端を攻められてあまり良くないというところにもありましたし、で、藤井聡太名人が高速詠唱した読み筋というところが、ここでの6五銀でしたね。まあ、早口で聞き取れないと思うんですので、ゆっくり行きましょう。で、ここで銀を動かすことによって、ここから1四香と走っていく読み筋でした。同香に対して、ここで8五桂と打っていく読みですね。ただし、これには返し技として、8六香と打たれるんですけれども、構わず7七桂成となっていき、これに対して同角、そして同角、同金と、まあ、取っていき、あとはね、まあ、飛車取りなので、これをあっさりと、まあ、8六飛と切っていき、同歩に1八香と、いうところで、まあ、こういう、ここまでの一連の流れをひたすら早口でね、まあ、数秒の間に、まあ、詠唱してしまうというところでしたが、まあ、この6五銀からの変化図というところで、藤井聡太名人は読んでいたと。まあ、後手としても、まあ、いける感じはあったけども、この局面ではっきりと何かね、まあ、優位性を見出せるかどうかが分からなかったと、まあ、見通せなかったみたいなので、まあ、結果的には、まあ、分かりやすく駒得をしに行ったというところの1四桂に対して同香だったんですけども、先ほどの変化図、本譜と比べてね、先ほどの高速詠唱となりましたけれども、6五銀からの一連の流れを見ていくと、駒の働きを重視している藤井聡太名人らしく、やはり、まあ、ちょっと攻め駒は狙われてはくるんですけれども、このように駒をさばいていって、遊び駒をね、減らすことになってますからね。そうすると、先ほどまで本譜だと勝ち4の飛車が働かなかったものの、この局面まで行けば、まあ、持ち駒になっていって、まあ、相手にもね、まあ、飛車角持たれて、何か、駒得にはなってないものの、駒の働きとしてはね、申し分ない展開だったので、まあ、この辺の判断というのは非常に難しいですよね。まあ、これで、
まあ、良しというところをはっきり見通すことができなかったのであれば、まあ、コマ読は正義というように、わかりやすくコマ読をしていくのを選んでいくのも、まあ、仕方のないところだし、まあ、こういったところもね、やはり、惜しげもなくインタビューで話してくれますからね。まあ、こういったところも、やはり将棋ファンを虜にする要因の一つかと思います。まあ、なので、本譜この1四桂に対して、先ほどの変化ではなく、で駒得ができる同香と走っていったわけですけど、本譜ね、その後進んでいくと結果的には駒得はできたものの遊び駒ができてしまったというところで反省をしていたというところですね。まあしかしそれに対しても豊島九段がね、やはり簡単に土俵を割らずに角を配置替えをしてね、まあ、転換しつつ、まあ、ここで角道を止めながら飛車先のカウンターを狙っていくというところで、後手の端攻めをうまくギリギリのところで受けながらも抑え込んで反撃ですよね。まあ、これで端を逆襲しながらも2号桂同歩、そして4号桂とね、まあ、気持ちよくうまくね、端を逆襲してカウンターに攻めていったというところもね、やはり素晴らしい名人戦らしいなと、簡単に崩れない。そして、まあ、藤井聡太名人の判断ね、やはり目の前の駒得に飛びついてしまったところをね、まあ、形勢としては苦しくなってしまう要因というところで、まあ、自分にも厳しく、そしてやはりこの駒得よりも遊び駒が残ってしまう方が、局面としてはマイナスというところでしたね。対する豊島九段もね、この辺で駒をのびのびと活用していって、端の逆襲に成功していくというところでした。まあ、ここからね、まあ、2六歩に対して2四香車と、まあ、激しい終盤戦になっていくというところでした。ということでね、まあ、序中盤の中で起こった藤井聡太名人の、まあ、AI の示した通りの思考の5五角から、まあ、反省点となった1四桂馬に対しての同香を詳しく解説していきました。で、ここのね、まあ、2四香以降の終盤戦に関しては非常に長い変化を含まれてますので、こちらもハイライトで抜粋した解説動画というところも出しております。よろしければ概要欄にリンク貼っておりますので、そちらもご覧ください。初手からの解説動画を見たい方は、そちらも動画ありますので、ぜひとも見ていただければと思います。それではね、まあ、勝負の行方、1日目のところから、2日目の終盤に差し掛かるところで、まあ、形勢の分かれ目、ギリギリのところで調子良かったはずの藤井聡太名人が突如ね、ちょっとペースダウンしていってしまった。それを豊島九段がうまくね、カウンターにつなげて形勢が分からないぞというところまで持ち込んだ、この序中盤を解説させていただきました。良かったよという方はね、ぜひともこれからも動画を上げますので、チャンネル登録をしていただいたり、高評価を押していただけると励みになりますので、ぜひともよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。